写真家の小竹直人です先ほどの歌詞撮影家集団の写真展と同時開催されるです、ね、OMG で捉えた鉄道写真、まあ、新たなる表現への挑戦という写真展をです、ね、これもまた今度はオリンパス東京のです、ねまあ、こんな感じなんですけどもクリエイティブ・ウォールというところで同時開催しております。えっと、今回 OMD で捉えたこのね新たなるね表現の挑戦なんかねちょっと偉そうに書いてありますけどえーとこれも YouTube の方でえ私の,まあその解説動画もえご,らご覧いただければと思うんですけどまあその動画でまあいかして私ね滑舌が悪くてですねなかなかね YouTube 見てもわからないっていう方が多分ね、あのー ねえー、おるんじゃないかなと思ってるんで私基本的にはあの会場に、えー、毎日在庫しておりますんであの振動合成のことですとか、えー、例えばその、まあ、代表的な機能として、えー、ライブ ND ですとかそのプロキャプチャーですとか、まあ、これなんか、まあえー、手持ちハイレードですか、えーまあ、特に、まあえーね、先ほど言った通りこの、えーとですね、こちらで,す、ね、これでかい方がいいですとかねあの 例えば震度合成」という機能なんですけどあの本来であればまあ静止物で撮るっていうのがまあ基本なんですけども走りにも使えるっていうことも、えー、YouTube の方で解説しておるんですがあのよりあの興味を持たれて、えーね、やってみたいという方がいましたら私会場にいますんでい,、えー、いつでもねお声がけいただければ、えー、マンツーマンで、えー 解説したいと思いますので、ぜひともまご来場いただければと思います。よろしくお願いします。